あ、ハミちゃんって、あ、ハミちゃん、大将ハミちゃん、ハミちゃん、ナスカハミちゃん、ハミちゃん、パブタハミちゃん、ハメ、寒いね、今日も今日は、うん、今日パーカーだよ、ノーセッチ、今日もノーセッチ、それ先生の限界くれました可愛い、好き好きの反対にしておこうって言って、好き好きの反対嫌い嫌い嫌いみたいな、明日雨、マジライブなのにね、いつもとメイク違う、嘘、そんな変えた気がしない、変えたんかな無意識に変わったかもしれないノー、できなくいなさい、幼い感じする、マジ今からね、歯医者行くんだよね、親知らずの検診、多分もう大丈夫やけどね、お買い物何買ったの、卵作るよ、あ、麻薬卵いいちゃん、麻薬卵、無意識に今度温泉にでも行こうって言って温泉いいの、銭湯とかもいいよね、めっちゃも好きだよ、温泉とか銭湯とか大好き、今日はね、じゃん、夜遊びパーカーです、これさ、見てL サイズと M サイズがあって、めっちゃ大きめに着たいなと思って、でいつもレディースの L 買うのよ、パーカーとか、でもなんかそれの脳でなんか L 買ったら、そっか、男女共用の M か L だったから、男の人でもブカブカぐらいのやつ買ったらこうなっちゃった、まあいっかみたいな、鷹の爪買い忘れた、わ、ちんちんに鷹の爪あるよ今セブン、ちょっとね、どうしたんだい、どうしたって、こんにちは、ワン、バレンタイン、バレンタインチョコチェキ、バレンタインチョコチェキ、ちょっと待ってね、多分ね、もしかしたらタイミング間違ってるかもしれないけど、あれ、バレンタインチョコチェキってあれ制服の時のやつだよね、嘘、みっちゃね、その時に購入ラスクがしてるってみっちゃは文明さんから届いてないから書いてないんだけど、デコチェキ買った？それとも普通のやつ買った？なんか商品名、あ、姫 M にしておくんだよ、そういう時はね、そう、ミスっちゃった、なんか商品名、あ、姫、なんか商品名、ありがとう、邪魔すんでってな、としゆきさんかな、姫さん、こんにちは、こんにちは、やるチキが届いた、あともう一個なんか書いた気がする、なんだっけ、昭和かなんかの席、あ、先生もんですって、ペコちゃんありがとう、公式に DM してみるのが一番早くも、ちょっと聞いてみて、ツイッターが、ツイッターがいいかな、ごめんね、お手間かけさせちゃって、やばい、お腹がペコペコですよ、みんなお昼ご飯食べた？自分が買うタイミング、
あ、それはワンちゃん、もしかしたら1個なんか12時過ぎちゃったりすると違うのになっちゃったりするから、ちょっともう一回聞いてみてほしいかも、ツイッターとかで。次いつにしようかなって。みちょ謝ってるよ。全力待機。あそこ今食べてるの、何食べたの？マイク卵作らないさ。美味しいよねあれね。あれご飯の上に乗せたりとかしたら最高に美味しい。めっちゃ今ね冷蔵庫の中にはね梅干ししかありません。めっちゃ今日一日を梅干しで終えなければならない。来年ていればいいな。めっちゃ今日一日梅干しで過ごさなければならない。ひもじい梅干しとね、あとコーラ、なんか新しいコーラを手に入れたの、なんかこの緑の。美味しくないんだよねこれ。いつもの白い方が好きですね。なんか変、ちょっと変な味するんだよね。ニューアンキのスペアリブのこれ使ってチャーハン、わーいいね。それ青卵作ろうって言って、で青卵いいじゃん。じゃあ上にさ乗っけたら最高じゃない。ラーメンばっかりだもんね、めっちゃわーって言って。そうね、ちょ逆にラーメンしか食べてないかも最近。最近ラーメンしか、なんか一食だけラーメン食べてその日何も食べないみたいな日が多くて、超不健康。頭にラーメン乗っけてるの、あれ結構前に食べたやつとかもあるんですよ。なんか不意に乗っけたくなってラーメンの写真を載せてるのがあるので、1日に3つラーメン載せたからといって3食食べてるわけじゃないですよ。それ確か買えなきゃね。うん、ちょっと待ってよ。バブタン、そのキョコーラは今日もどうだった？本当？これなんかローソン？ん？ローソンか。ローソンに売ってたんだけど。こうね、気持ちゼロシュガーを選ぶっていうとこがね。気持ちだよね、ほんとに。あいちゃって。あいきのげちこいちゃん、あいちゃって。確か髪の毛になんだかんだってやつじゃない。え？何？髪の毛になんだかんだって何？髪の毛、これ飲むと、何？髪の毛なくなるってこと？何これ？お料理系だし、いいじゃん、2級5000でやりますって言って、うわ、めっちゃいいな。2級5000円。めっちゃの3食作ってくれるのか。ありがたいわ。ちなみに朝ごはんはね、めっちゃ基本食べないから、昼もいっぱい食べれないから、2時3時ぐらいに、なんか、ちょっとしたものが欲しい。一番ねお腹空くのが2時3時なんですよ。夜ご飯は基本的に結構私がっつり食べるんですよ、夜ご飯。夜がっつりみたいな。昼夕方ぐらいでちょっと食べて、夜ご飯大好きだから。なんかさ、昼ご飯と夜ご飯ってさ、ワクワクとかめっちゃ違うんだよね。そう、朝ごはんコーヒーとハムエッグトーストとかどうですか？わ、めっちゃいい。朝食にいいな。なんだっけそういうの。朝なんだっけそういうのか。モーニング。あとフレンチトースト。あ、いいね。実家でいた時いっぱい食べた。いっぱい食べれないでも作ったもん。なんかさ、作り置きって怖くないですかってめっちゃ思っちゃうんですよ。なんか一人暮らしの作り置きができなくて、あれってさ、一応めっちゃ作り置いてるものがあったんですけど、1ヶ月ん半年ぐらい食べない。作り置いても半年食べないとかあったりしてもやばいみたいな、捨てなきゃみたいな、もうそういうのがあるんですよ。だから作り置くのが怖すぎて。らしいな。めっちゃすごい思うのが、料理って何日持つのか分かんなくないって
ご飯作りました、冷蔵庫か冷凍庫に入れるじゃん。で冷蔵に入れた場合ってこれだったら日持ち何日するとかって、その作ったものとか入ってるものによって多分違うよね。だからなんかこうそれがもうなんかそのギャンブルみたいなおこれはいけるかいけないかみたいな感じになっちゃうかな。だったら一日で食べちゃった方がいいかなって思って、みっちは作っご飯を自炊したら全部一日で食べます、2人前だろうが3人前だろうが。そうって考えたら節約になってないだろうってめっちゃ思っちゃって自炊をしなくなりました。言ってはめちゃった、はめちゃ2時3時もう2時3時 VTuber だ。お昼はパスタとか食べよう。パスタはね確かにパスタいいね。えっえはいじゃねえねなんだい、開けちゃった開けちゃった本当にない、開けて残ったらやばいって言って、いやいやいやさすがに冷蔵庫じゃないよ、半年じゃないな、 2,3 ヶ月ぶりに冷凍庫を開けた時に切った生の野菜が冷凍されて入ってたっていう。そうそうそう、さすがに料理を冷蔵庫に入れて半年じゃ経ったことはないよそうそう、昔12月ぐらいかな、1月か12月か1月ぐらいに鍋ハマってた時があって、鍋の食材を切って小分けにしてたの、ジップロックに入れて、それの1食分がそう残ってて、わあ捨てなきゃと思って捨て、さすがにダメだよなと思って、冷凍だったら、冷凍でもさすがに1ヶ月とか2週間とかじゃない多分、どうなんですか冷凍野菜って2週間くらい、いやその曖昧な基準が難しすぎてそうなんか心配になっちゃうのすごいなんかあーそうなんかさ、だいたい2日くらいだろうって言って、いやそのみちゃんねすごい気にしすぎなのかもしれないけど、2日間だったら冷蔵庫いけるみたいな、2日ちゃう2日半はみたいな超性格変なんだよね。1週間くらい、マジで三日坊主じゃなくだらしなくなるどういうこと、冷凍庫は忘れるからトップに入れて冷蔵庫に入れてるって、まあ確かに冷蔵庫だと開けるし、ね、冷凍庫忘れる、ライダーさん初見の授業です、いらっしゃい。そうなんかめっちゃのさ、なんかこれ絶対これ性格の問題なのか慣れてないだけなのか分かんないけど、そうそうそう、賞味期限を気にしすぎて作り置きがちょっと怖い。冷凍庫って無限だと思ってたの一時期無限じゃない説、姉ちゃんの分も風も作って言って自炊するもんね。お菓子作りが好きな理由って、まあ、基本的に配っちゃったりできるから賞味期限考えなくていいっていうのは大きいね。そう無限と思うなよそれはね理解あなたは買えなきゃ短いのにお早く可愛いなってきてる。嘘てん急に可愛くぶってるって急に可愛くぶるぶるめっちゃなんだこれ、鮮度落ちてくるだけだよ鮮度、みっちょ味覚障害だからな味覚障害だから何食べても美味しいって感じられるすごい味覚を持っていると自分で思ってる冷凍水ですね、お腹壊さなきゃいいんだよ。130日目、ありがとう。めっちゃの大好きなミンチ
すごい、絶対こっちにミンティア入ってると分かるよね見て、親知らずで腫れた人今日昼何食べた？お昼はね、今んとこ予定はない冷蔵庫の中に梅干ししか入ってなかったから、梅干しにし、梅干しか梅干しか歯医者さん今から行くんだけど、歯医者行ってちょっとテンション上がったらなんか食べようかなテンションしない。いや、なんかでも今の気分はアイスコーヒー、アイスコーヒードトールだな。今の気分はドトールなのでコーヒーを飲みに行こうか。あ、それかワンちゃんケバブ食べようかな。ケバブ屋さん近くにあるかな、ケバブ。そのほっぺパシってしたらなんだよ、私は食べたり食べちゃう。確かに先生の仕切りだってありがとう、テンション次第。久しぶり前、お、名前変わったもんね。テンション次第、そう、あのご飯のご飯モチベご飯のモチベーション次第ケバブ好きなんだよね。最近ね、ケバブはね普通にあの巻いて食べるんじゃなくてケバブライスにして食べてます。ケバブライスがあるんですよ、うちのとこ持ち帰りで。でもめっちゃ店員さん相性良くてね、可愛い外国人のおじちゃんねそこのケバブ屋さんにたまに行きますですということで、まああと10分で歯医者さん行かなきゃいけないので様子を終わりにしたいと思います。ちょっとケバブ半分がしたい。ケバブ半分むず難しそうじゃない顔ボロ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 ってなって、だったらスプーンでケバブライスあんしてあげる。お姉さんに聞いてみます。お願い、ツイッターに聞いてみて、もし漏れてたらすぐ書くからごめんね。みっちゃんに対してのモチベ今あやふやの不安定です。なんでそんなこと言うの、みっちゃん悲しくなるよ。ラス君、おっぱいありがとうって言ってきなさいって言ってきます。ありがとう。ということで3位パンダさん、2位がな、第1位の箇所ありがとうございました。作れたら見せる、おう持ってるよということで、みんな歯には気をつけて、ご飯おいしいご飯食べて、ここも頑張ってね。じゃあねー、バイバーイ。